キックオフでスタート。バントラッチョ対オーデル・シュタイヒ、解説は七海さん、そして北澤さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どういった滑り出しになるんでしょうか。ボールを受けます。これは取られてしまいます。ドリブルで駆け上がるラポルッソ、つながります。こぼれている、ボールはクリア、そのまま打つ、これはキーパーナイスセーブでした。今のはもう決定的な形だと思いますね。どうだ、ヘッド、ヘディングでした。どうだ、抑えたいところ、抑えました。さあどうする、さあ抜けてきます、通りません。さあ駆け上がります。これはオフサイドです。前線へパス、カットされました。ロングフィード、ヘルルシュタイナー、縦へボールをつないでいきます。シュート、ポスト、ポスト、なんということだ。またポストですね。あの乾いた音が悲しいですよね。チャンスですよ。さあパスを受けて、前が来ましたよ。後ろに託す、左にそれます。グラッツォーリ、さあスペースを狙う、ボールがつながらない、右側から上がっていくか、通りません。ラポルッソ、パス交換、オフサイドです。さあ前半そろそろ25分近く、つながっていく、このクリアは、さあこのロングボール、パス、ヘッド、狙いすましたんですがヘディング決まりません。まあディフェンダーがしっかり寄せてましたからね、狙い通りのシュートっていうのはなかなか難しいですよね。カズ、ボールを縦に送ります。ヘッド、縦へのボールを合わせたんですがものにすることができません。細かいパスだと相手に寄せられるので少しロングフィードを入れたりとかいろんなアイデア出してますよね。グラッツォーリ、どうする、ボールを上げる、中央、ここは一旦切ります。コーナーキック、どんなボールを入れてくるのか、どうだ、ボールはクリア、ドリブルで行きましたが奪われます。
前半36分です。ここはクリアします。ヘルブレヒト、コルシュミューデ、シュート、来たか、またまたビッグチャンス。この時間帯リズムがいいですよね。決まってもおかしくないようなシーンが先ほどから連続してますからね。上がる、こういったアーリークロスはタイミングが合えば面白いんですけどね。ディフェンスも対応が難しいですからね。展開できるか、ファールに合います。上げて、カズ、ラウデルビーツ、先へは進めない。惜しくも奪われます。コアクトザイル、後ろへ流す、ヘルルシュタイナー、右が上がっていく、外側から攻めていく、さあ上げられるか、いやこぼれてる、一気に前線へ。ここで前半終了の笛です。まだスコアレスです。さあ名波さん、前半について何かコメントをいただけますか。この後は監督の采配というのも勝敗に大きく影響してきますからね。どのタイミングで誰を投入してくるかというのも注目ですね。ありがとうございます。さあスコアレスのまま後半へと続きます。さあご覧のように後半スタートしています。このハーフタイムで何をどう修正したか気になりますね。それによってはガラッと展開が変わりますからね。どんな後半になるか楽しみですね。来たとこぼれている、コルシュミューデ、さあ展開があるか、アーゼンブルフ、いや今みたいなアリークロスはね、中の状況によっては効果的ですけどもね、今はちょっと合いませんでしたよね。さあ裏のスペースを狙います。右サイド駆け上がる、いい切り替えですね。ここから展開できるか、パスカットされます。ダントラットとしては攻めてはいるんですけどね、シュートで終わりたいですよね。抜きます、どこへ配球するのか、スライディング、かわします、ヘッド、柔らかいボールなんですけれどもね、応えることができません。まあ、アリクロスの形なんで後ろからボールが来るんですよね。ただそれによってもうまく体勢を整えて回転しながら回って出た、これは見事なプレーですよね。エルプッツィ、ボールは渡る、ラポルッソ、素早いチェックからボールを奪います。ここでファールがありました。ロングフィード、コルシュミューデ、ホワクトザイル、ベルブレヒト、ここまでご覧になっていかがですか、七海さん。ロースコアのゲームは退屈な内容が多いんですけど、プロらしい味のあるゲームを見せてくれてますよね。どちらもここからの時間帯勝負かけたいですよね。惜しいシュートです。シュートコースは悪くなかったですけどね、ちょっと枠にはいきませんでしたね。
澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。ボーデルシュタイクとしては後半入ってからですかね、縦のパスがちょっと雑になってるんですよね。もうちょっと何かアイディア欲しいですよね。ラポルッソ、うん、さらに前線へと行きたいところ。ラポルッソスルーパス、絶好のチャンス、ものにできません。大事な先制点が入るかっていうシーンでしたよね。やはり1点目を決めた方が確実に有利ですからね。一気に前線へのボール、前を向いて受けます。押し上げを待ちます。さあ前線へ、サイドを走る、いいボールだ。ボールが流れた。チャンスでしたけどもね、残り時間ありませんから決めたかったとこでしょうね。ベルブレヒト、スペースを狙ってきます。パスは通りません。どうだ、ヘッド、クロスから合わせましたが、ここは及びませんでした。渡ります。サイドのスペースを使います。このボールはクリアです。ダイレクト、うまい飛び出しからのシュートだったんですが、これは決まりませんでした。ディフェンスラインの背後ですよね。チャンスありますよね。エルプッツィ、オテルナータ、カットされます。ベルブレヒト、スルスルッと来たパス。さあゴール、オーデルシュタイヒ、ここへ来て試合が動きます。スルーパスからのゴールが生まれました。いやラインギリギリでしたね。そうですね、オフサイドかなと思ったんですけどね。こういう最終ラインでの駆け引きは非常に見応えありますよね。さあオーデルシュタイヒ、土壇場での勝ち越しゴールを決めました。いやここで頭一つ出ましたね。ここまで非常に良い攻防していましたんですけど、いや勝負っていうのは厳しいですね。流れるようなパス、ドリブル切れてます。前来ましたね。渡ります。どうだ、ヘッド、合わせに行きましたが決めることができませんでした。1点のアドバンテージありますからね。フィニッシュまでのプレーにゆとりが感じられますよね。両チーム同じタイミングで動いてきます。少し体力的な心配もありましたからね。おお、こぼれてますね。ここで笛です。1対0、オーデルシュタイヒ勝利です。貴重な勝ち点3を得ました。